あんまりに高いんで、そしたよ。大家好，我是日讲。今天呢是日文企划，不知道在学习日文的大家会不会常常有一种，我听不懂日本人的日文，那就会觉得说好像自己的单字量不够啊，还是其他的问题。其实呢，我觉得这些都不是问题。有一个很大的问题是，日本人在讲话的时候会改变他们的一些发音方式。就像我们台湾人在讲这样的时候，我们会说酱，就是这样啊，我们会说就是酱啊。那在学中文的人可能也会觉得说，他们学过这样，可是他们听不懂酱，他们就会觉得说啊，怎么都听不懂中文，其实这个是一样的道理。当日本人变化音调的时候，我们可能就会觉得说是一个新的单字，所以好像没有学过就听不懂，但其实不是这样的。所以之后呢，我们会拍一系列的关于发音变化的问题，我和文当整理的一些我们觉得还蛮有用的。那因为今天是第一集的关系，所以呢我们就是教比较算简单入门款，那就希望大家会喜欢咯。首先日文在一些ひらがな在发音的时候呢会变成比较特别音调，例如日文的ラ、リ、ル、レ、ニ、ノ这六个字呢，在日本人平常对话的时候呢都会变成这个字，例如一进一进会变成一进一一进一，そんなもの、そんなもの会变成そんなもん、そんなもん、わからない、わからない、わからない会变成わかんない、わかんない。最后一个是聞いてられない、聞いてられない会变成聞いてらんない、聞いてらんない。聞いてられない的意思是，我觉得我有点解释不出来。ふーちゃん、聞いてられないの意味で何？説明して。あら、なんかわからないの？ごめん。聞いてらんないは、耳にするのが苦痛な感じ、例えばあなたの話長すぎて聞いてらんないっていう風にもう聞きたくない、聞きたくないっていう感じの、意味です。なるほど、ありがとう。那文章的解释呢，就是聞いてられない的意思啦。接下来，如果你们在跟日本朋友就是讲话的时候啊，可以多观察一下他们讲的话，试试他们其实都会偷偷把ラリルレニノ变成因为这样比较方便他们发音讲话比较好讲。那接下来，我跟文章有准备了几个我们觉得算是很常用到的例句吧，那就是也顺便给大家练习哦。文章に来てくれました。イエイ、文章です。那我们就开始吧。Go。あーなんか美味しいもの食べたいな。あーなんか美味しいもの食べたいな。这个意思是说，啊，我好想吃点什么好吃的东西哦。刚才的那个例子呢，是从mono变成も。ねえ、あの人何言ってんのか全然わかんなかった。ねえねえ、あの人何言ってるのか全然わからなかった。这是有两个地方改变了。第一个呢是从言ってるのか变成了。一点のか。第二个呢是从わからなかった变成わかんなかった。那这句话的意思是说呢，那个人在说什么，我完全听不懂，我完全不知道。听不懂。こんなにいっぱい食べらんないよ。こんなにいっぱい食べらんないよ。こんなにいっぱい食べられないよ。こんなにいっぱい食べられないよ。这个呢？这句话的意思是说，这么多我怎么可能吃得下，怎么可能吃得完。那它是从食べられない变成食べらんない，食べられない变成食べらんない。急にやることが決まったもんだから大変だったよ。急にやることが決まったもんだから大変だったよ。確認。急にやることが決まったものだから大変だったよ。急にやることが決まったもん。使ってる。急にやることが決まったものだから大変だったよ。这句话是说突然被决定要做这么多事情啊，好麻烦哦之类的，就是啊好辛苦哦之类的意思。那他这个人是从ものだから变成もんだから，ものだから变成もんだから。あのカバンあんまり高いんで買うのをやめた。あのカバンあんまり高いんで買うのをやめた。あのカバンあんまり高いので買うのをやめた。あのカバンあんまり高いので
買うのやめた。因为那个包包太贵了，所以我就放弃买它了。它是从高いので的ので变成高いんで，高いので变成高いんで。ちなみに、あんまり高いんでって今言ったんですけど、あまりに高いのでっていう言い方もありますので。どういう意味ですか？一緒、なんかちょっと強調の意味を込めて。ああいう、あれはあまりにも高いすぎて買えないでしょ、みたいな。意味もちょっと含んだような。強調してるって感じ。強調の意味で、あまりにも高いんでっていう使い方もありますんで、皆さんチェックお願いします。チェック、時間が足んなくて勉強できなかった。時間が足んなくて勉強できなかった。時間が足りなくて勉強できなかった。時間が足りなくて勉強できなかった。因为时间不够，所以我就没有念书了。它是从“足りなくて”变成“足んなくて”，“足りなくて”变成“足んなくて”。噔噔。自分でできることは自分でやんなさい。自分でできることは自分でやんなさい。自分でできることは自分でやりなさい。自分でできることは自分でやりなさい。他这句话的意思是说，自己就可以做的事情就自己做。自己就可以做的事情就自己做。やりなさい会变，やりなさい变成やんなさい，やりなさい变成やんなさい。いや昔俺もよく言われたな。お母さんに？そう。はいそこ年末だから自分でやんなさい掃除って。ああ確かに。あちなみによくドラマでよくドラマでその日本は小学生でも一人で登校されてるって見てすごいびっくりした。なんで？なんか台湾は絶対子供一人で行かせないって感じかな。危ないから？危ないとよくこっちがバイクとか乗るじゃん。うん。子供をバイクに乗せて一緒に行くって感じ。へえ。そう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 。こっちそんなバイクないからな。いや日本は電車だからね。あでも小学校は結構みんな歩いて登校してる。電車乗る？うん。日本は東京は電車が多いかな。すーちゃんは？俺地方のあのちょっと田舎のとこはやっぱり歩きで行くことが多かったかな。家から学校まで歩いて何分くらい？俺のところ15分から20分とか。あちょうどいいじゃん。うん。音楽聴きながら歩いてた。小学生で音楽聴くか。不知道大家看完今天这个影片呢，有没有突然有一点茅塞顿开的感觉？因为呢，我自己是开始知道这件事情之后，发现说原来我以前不是听不懂日文，只是我不知道日本人把它变成这样子。那希望今天的影片呢，可以带给大家一些帮助，大家也可以更听得懂日本在说什么。那如果说你们身边就有日本朋友的话，都可以仔细听他们讲话，都会发现他们其实会这样子更改。那我觉得就是只要把这个小技巧学起来，就蛮有趣的。でもみんな一緒に日本語勉強頑張りましょう。頑張ろう。那如果呢你喜欢我的影片的话呢，都欢迎你帮我按赞，然后留言告诉我你喜欢我们的影片。那也欢迎你订阅我们的频道，接收最新的消息，那也可以按铃铛接收最新的通知哦。那这样子啦，拜拜。拜拜。拜拜。See you next time。動画吗？動画です。Okay. 差不多。ルーちゃん、ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。